はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、まあ活躍させていきたいカードがありましてですね、あのコナミ社内コラボというね、伝説のコラボレーションが先日ありまして、パワフルプロ野球、まあ、いわゆるパワプロと、コラボしたカードが、マスターデュエルにも実装になりました。これ OCG の方でね、ちょっと一時期パワープロとコラボして話題になったんですけども、まあ話題になったっていうか話題になったのかなまあ社内コラボなんで、コナミ×コナミのコラボなんで、まあなんか話題になったかどうか怪しいけど、パワープロレディ3姉妹っていうカードと、あとそれからね、なんだっけな、パワープロ騎士、これパワープロナイツか、パワープロナイツの3人娘っていうこのカード実装されてるんですよ。で、今日はこれを活躍させていきたい。パワープロレディ3姉妹。はい、ロイヤル加工です。仲良しパワープロ3人娘。野球にかける情熱が彼にフィールドを舞うということで。まあ、超獣族、レベル6、まあ、打点がこういう、なんかその、ハーピーレディ3姉妹的な感じの打点になってるんですけども、一切ハーピーレディ3姉妹とは、シナジーがありません。なんでかっていうと、ハーピーレディってハーピーレディじゃないといけないんですよね。基本的には。これなんか、書いてあること、パワープロレディ3姉妹って書いてあるんで、別にリクルートできないし、万華鏡でリクルートすることもできなければ、なんか、ハーピーチャンネルから持ってくるみたいなこともできないんですよ。まあ、できないんですけど、まあ、ハーピーレディっぽいんで、今回はハーピーレディデッキに入れて、まあ、一応、超獣族なんで、まあ、シムルクからは出せるんですね。はい。なので、シムルクから出していくっていう、強引にハーピーレディデッキに入れた、パワープロレディデッキを組んできました。はい。やっていくことなんですけれども、基本的には、ハーピーチャネラーで、ハーピーカードを切って、この、ハーピーズペットドラゴンセイントギガっていう、セイントファイヤーギガっていうモンスターを出しまして、で、レベル72体になるんですよ。レベル72体になったところで、まあ、ぶっ壊れモンスター出すと。まあ、これが主ですね。基本的には、レベル8のインチキエクシ、シンクロができるんで、一応ハーピーでスクラッチクラッシュも出せますけども、まあ、展開があんま伸びないんですよね。2体並べてシンクロしたところで。展開伸ばすにはやっぱりね、7レベル2体にして、これした方がいっちゃ強いんで、はい。まあ、この動きを使っていくと。で、余裕を、もう隙をついて、相手の隙をついて、相手が油断したところで、パープロレディ3姉妹を、シムルクから出していくっていうね、非常に無駄な動き。非常に無駄な動き。これやっていきたいというふうに思っております。早速やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。はいはいはい。おい、強いね。いや、この、羽吹雪とかいう最強カード来てるんで、もう全てのか、誘発、まあ、全てじゃないな。無限抱擁とかそっち系の魔法トラップ以外の誘発は全てケアできる。最強すぎ。増殖する G も春裏も全てケアできます。一応。うわカリバーをぶつけて、エフェクティングベーラー。なるほど。まあ、墓穴も打てるが、まあ、羽吹雪ですね。はい。バーンはい、黙れ。お前手札から打てるモンスター効果、このターン全部無効な。このカード、やってること頭おかしいよな。羽吹雪とかいうさ、この手札から打てるトラップカードマジ強いんだけど。レベル7のモンスターに対してオーバーレイ。エクシーズ召喚。はい、ハーピー、どこ行ったモンスター出てくる。うおー、スターシップ、ギャラクシートマホーク、エクシーズ召喚。効果はそう。オーバーレイユニットを2つ使い、自分のメインモンスターゾーンにトークンをいっぱい出すよ。ピローンピローンカード増えすぎーカード増えすぎ2枚が6枚にバカドア一旦ハーピー出しますね。超獣族にしたいので、一旦ハーピー出しまして、そして超獣族を含むモンスター2体デイリング召喚。あららろ王神超シムルクほい。トマホーク成立するとね、まあ、いろいろできるんですけども、まあ、一番カードのアドバンテージ稼げる、ハーピー展開はこれだと、僕は思いますが、皆さんはどう思いますか。バトルイーグルトークンとかいう謎の機械族トークン3体で、リンク召喚あららろ幻獣機アウローラドーンはい、終わったーゲーム終わったー終わってやないけど、別に。さあ、トークンが3体出てきて、お、相手サレンダーしねえな、根性あるな、やるな。
とりあえずラドンの効果を発動。トークンをリリースし、自分もリリースすることによって敵から幻獣機モンスターを出すぞ。これで幻獣機オライオンを特殊召喚。そしてレベル3のトークンにレベル2の幻獣機と幻獣機オライオンをチューニング。新規の召喚現れなさい。限定性暴天候。そしてオライオンの効果落ちてくれたためトークンが生成。そしてレベル3のトークンにレベル5の暴天候をチューニング。新規の召喚、あ、ちなみにこれ一応ハーピーも出せます。一応汎用モンスターなんで、まあ出しませんけど誰がこのデッキハーピーデッキと言った。このデッキはパワープロデッキや。パワープロデッキ実質。そしてバレルロードサベージドラゴンのモンスター効果発動。自分の墓地に存在する。あ、ちなみに一応ね、もうちょっとメインデッキ圧迫すればなんか超雷竜とかぐらいまで出るんですけど、まあちょっとまあそんなことしなくてもまあいけるかなと思ってやってませんけども、まあ、一応ですね、ルイキューピッドとか入れるともうちょっと強い動きできます。はい、暴天候、まあ、メインデッキのゴミ増えますけどね、その代わりでアーデク出して、で金敵をねケアしていくスタイル。そしてカードを1枚セットしエンドフェイズ。オシンチョウシムグのモンスター効果、埋まっていない魔法トラップゾーンの数だけデッキから超持続モンスターを出せるぞ。よし一応妨害数的には3妨害ですね。はい、まあ、儚入れると一応4妨害みたいなのがありますけど、まあ3妨害です、ほぼ。はい、さあ一体全体このデッキ何するデッキなんやとなるじゃないですか。でコズミックサイクロンはどうでもいいですと。はい、まあ、儚まあいいですよと。儚ぶっ込まれて、でそうですね、まあさすがに何が起こった、あ、着替えるね、なるほどね、あ、強いね、あ、効果発揮してきた、うまい効果発揮うまで、ジェット特殊召喚、なるほど、ジェットは無効にしないとあかんので、え、アークデクレアラーのモンスター効果発動、自分をリリースすることによって相手の効果はかな確定で、サベージ危ねえ。さあサベージドラゴンの効果、相手が発動した効果は無効にしていく、つまりジェットは無効になって破壊される。アーデクも巨神鳥も破壊してくれるんでめっちゃ強いです。はい、で着替える1匹でどうにかできますかと。その手札何ですか、その手札何ですか、何いやいいや別にそれは、それはいいわ、召喚券使ってるもんな。よし、そして大身長シムルク効果、うおー、アルティメットナメプモンスター爆弾、ナメプモンスター爆弾パワープロレディ3姉妹きたーきちゅー、超中族なんで大身長シムルクから出せます、バトルフェイズちなみにこいつを出す意味は1ミリもないです。はい、1ミリたりともこいつを出さない方が強いです。なんなら対戦ありがとうございました。ああ、まあゾウジーラあったら消すよ、さすがに、さすがにゾウジーラあったら消すよ、ゾウジーラあってもいけないこと多いけど最近。リボルブートセクター、何、ドラゴンリンクか、ドラゴンリンクもまあ強いですから、ゾウジー通んないときついな、これ。支え撃つか。さっきのやつ撃つ。まあ、裏ら撃たれてしょうがないから、もうこれ行くしかない。あ、通る？オッケー。危ねえ。まあ、ね、先に裏ら撃って、はかな使わしてからゾウジー撃つのやりたいんですけどね、できればね。はい。まあ、そんなこと言ってられないですわ。で、特殊召喚死ぬほどするんで、さすがに展開貫通して、あ、バナアナコンダ、なるほど、バナコンダで、デスペニかな、多分デスペニもね、フュージョンデスペニが2枚になって結構強くなりましたよね。ドラゴンリンクとかも割とベルテアナコンダ入ってフュージョンデスペニも入ってるパターンあるとは思うんで、全然強くなってそんな気がする。デストロイフェリックスがガッツポーズして出てきた、ガッツポーズして出てきた。いやー、これね、これデスフェニー重デスフェニー重、待って、これ普通に初動潰したら終わるかもしんない。お、何それ、何、どういうこと、墓穴
墓穴大丈夫？墓穴ケアできないけど、あなた。墓穴、墓穴、墓穴、墓穴。いやー、セイントファイヤーギガか。いや、これ、増字打つしかないな。増字打って、ちょっと待って。これ、1枚ドローできんじゃん。ここでさ、デスフェニの特殊召喚からのドローでなんか、なんか引け。なんか引け。貫通だ、あんでもいい。神神神カード来た。神カードや。あまりに神カード。どっから行こう。これ一回、カリバで割っといた方がいいか。リボルブのセクターちょっと残しとくと、あの、展開されてめんどくさいんで、カリバ発動してから、チャネラー召喚。で、カリバ効果でリボルブート割る。ちなみにカリバはね、クイーンで持ってこれるので、あ、ちょ、黙ってもらっていいですか。はい、黙れ。羽吹雪系すぎる。このゲーム、羽吹雪系すぎ。黙ってもろて。で、カリバパリーマって。で、あんまハーピー出す意味ねえか、これ。ファイヤーギアでいっか。できればね、魔法カードの効果で戻し、魔法カードっていうか、ハーピーの、シンクロ台の方で戻したいだったんですけど、ちょっと魔法カードないんで、戻せないんですよね、これ。なんで、ですね、あ、まあ、戻せるか別に。戻せるけどこっちが強いよな。戻せるけど多分こっちの方が強い。さすがに。ワンキル取れないと思うんで、まあ、こうしまして、戦闘ダメージゼロになっちゃうんですけど、一応バトルイーグルトークンバチコリ出しましたですね。バトルイーグルトークン出していく。はい。多分今、ハーピー、チャネラの効果で、パフィーマーとか出してきて、なんか普通にシンクロ召喚しに行っても全然いいと思います。はい。それでも治療できるんで、別に。パフィーマーの効果で、魔法トラップカードを持ってこれるんで、なんか適当な、羽休めかなんか持ってくれば、普通にバウンスできるんでいいんですけど、ただね、制圧するとしたらこっちの方が多分強いから、こうして、次のターンで殺しに行くっていうのと、あと、俺は普通にパワープロレディが出したい。パワープロレディ、ナメプパワープロレディが出したいので、激気もデストロイフェネックスだけ戻します。ラドンしなくても別にいいよな。いや、でも出ねえか、これ、パワープロレディ。じゃあ、パワープロレディ出ねえわ。しょうがねえか。召喚ムービーエッチだからこっち行きますね。で、2体のモンスターで、リング召喚。あらあら、おいみや、ユニコーンユニコーン効果そう。うらら1枚切って、はい。帰れ帰れで、トークン3体で、リング召喚。ハーピーってレベル7、2体出るのめっちゃ強いですよね。チャネラープラスコストから。まあ、それが最強って言う説ある。で、羽吹雪っていうね、圧倒的手札要素弾きカードもあるんで、実質墓穴がなんか、5枚ぐらいの体勢で詰めるんで、割と強いっす。実質墓穴ゴマみたいなもんなんで。はい。まあ、墓穴以外にもガンマとかもケアできるから結構強いよね。普通に。で、ラドンと、トークンか。これ、大身長出てねえから、あ、今あれか。トレーミア猫いなかった。ユニコーンいらんかった、絶対これ。なんで俺ユニコーンでリリースしなかった？まあ、いいや。さすがに暴天候ですね。暴天候。はい。喋りながらやると結構ね、プレミするので、ちょっと優遇してください。で、オライオン効果でトークン出る。はい。で、もうこのターンね、戦闘ダメージがね、ゼロになっちゃうっていうバトルイーグルトークン出した時のトマホークくんのね、なんか効果があるので、まあ、どうせバトルしてもダメージ入んないから、まあ、制圧盤面を敷きに行けばいいかなと言ったところ。で、暴天候効果で、サベージ効果も発動して、で、サベージで、ラドンを装備していくと。はい。ウェイ。で、暴天候効果で、リフンが出てくる。で、3に1チューニングして、アーデク。もうちょっとね、メインデッキを圧迫するカードをいっぱい入れると、もうちょっと強い盤面ができるんですよ。ちなみに。なんか、ラドンからね、展開するときに。まあ、ラドンでレベル上げ、操作してから、ルイキューピットとか入れて、で、ルイキューで、ネメシスコールドとかサーチできるんで。まあ、そういうのできるんですけども。さあ、どうしますか？
この盤面結構強いですよ。まあ言うてウララの一望外とダッシュ外、あキモ、あーこれ無効にしたらいいんじゃね、無効にしたら相手アブソルーターだけっしょ。いや多分展開伸びないでしょあと手札が一番何でも多分展開伸びないから、ウララもあるし、多分まああれがバレットトレーサーとしても、バレットトレーサー召喚アブソルーター特殊から展開はあーできて止められる、大丈夫大丈夫大丈夫です、オッケー、よしいやこれ出したかったな、パワープロレディ、パワープロレディとかいうモンスターマジでなめっぽすぎてさ、出してる余裕ないんだけどマジで出してる余裕ない。あてかごめん、これ相手6000しかねえじゃん、ライフ殴ったら勝ちだった、まあまたしたな、申し訳ねえ、バトルフェイス、はい、うおスクラッチクラッシュ対戦ありがとうございました。ごめん、あの一個言いたいのは、本当にパープロレディを出してる余裕はないです。あーまあ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 何もできないけどね、このハンドだと何一つとしてばっかにね、熱いデッキだとね、あの狩場がめっちゃ強くてさ、狩場でパンパンパン割っていくんだけど、普通のデッキだと車載無理かな、これ返せないかもしれん。消化騎士エクスパラディン、うわ終わりそう、ジンオアエクスパラディンやばい、さすがにイグナイト2体からのエクスパラディンやばい、うわ全部とのやばい、普通にこれあれじゃん、ハリファイバーもユニオンキャリアもいなくなった今、まあ大体悪さするのはイゾルデ、か、なんだ今アナコンダ、展開伸びるっていう意味ではイゾルデが一番強いかな多分、かまあアハシマアハシマないか、超熱血球児すごいカード差してんな、何するデッキこれ、はいイゾルデ効果いいでしょう、でリナルド効果ですね、はい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 、で妖刀効果回収、黄金色かなんか持ってくんのかな、ワンディでイゾルデとかいうモンスターもなんかいよいよ黄金色きて強この2枚ドローめっちゃ強いですよね、あきしょ燃えたけみつとかやめろ、お前ふざけんな、クソデッキじゃねえかこれクソデッキじゃねえかこれ、ふざけんな、おい黄金色落ちすぎだろ、おい黄金色落ちすぎだろ3連打、おいふざけ、おふざけんな、ふざけんな、あれなんで俺メインフェーズ、俺なんでメインフェーズできねえんだ、おいメイン2、おいおかしいってこれ、いや今おかしいってこれ、このコンボ考えたやつ首だろこれマジで、強欲で金マナスボ赤赤赤赤赤、お手軽ターンスキップコンボはやばい普通に、あペンデラム召喚も出てきちゃう、これやばいよ、打点高っ、待ってこいつの打点高すぎない、どういうこと、知らんかった、炎属性モンスターの数だけで1000打点アップするのこれ、あなたこれ炎属性レジスってだけじゃないんだ効果。